パイクアーマーの使用方法について説明します。使用前に付属品をご確認ください。ハブディスクの取り付け方法。ホイールナットのサイズを確認し、同じサイズの固定クリップを使用します。1個のタイヤにつき2セットを取り付けてください。ホイールナットが6本と4本の場合は対角に、5本の場合は角度をつけて装着してください。ハブディスクとタイヤとの設置スペース調節のため説明書を広げます。黄色のカードを引き出して固定クリップに当てます。説明書の左右の端がタイヤに届くまで押してください。矢印が示す番号と同じスペーサーの組み合わせでセットしてください。ハブディスクにボルトとスペーサーを取り付けます。ハブディスクがホイールの中心に来るよう固定クリップに取り付けてください。ハブディスクがホイールの中心に来ていることを確認し、ナットでしっかり締めます。チェーンの取り付け方法。スパイクをホルダーの裏面からスパイク取り付け穴に差し込み固定します。 S が見えるようにすると短く、 L が見えるようにすると長くなります。中央の蓋を開き、ハンドルを左に回し、タイヤのサイズに合わせスパイクを広げます。底面に来るスパイクをできるだけ広く広げ、底面からタイヤに合わせます。チェーンの本体を持ち、固定ハンドルを使用します。中央の赤いパーツに固定ハンドルの溝を合わせてカチッというまで押し込みます。押しながらカチッという音がするまで時計回りに回します。ハンドルを右に締め、タイヤがしっかりホールドされたらカバーを閉じます。取り外し方法。中央の蓋を開き、ハンドルを左に回し、スパイクを広げます。中央の赤いパーツに固定ハンドルの溝を合わせ、カチッというまで押し込み、引っ張りながら反時計回りに回します。左右に揺らしながら前方に引き出します。ハブディスクに保護カバーを装着して運転してください。